皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、新しい柿の種がやってまいりましたので、そちらのご紹介です。じゃ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 ーん。ごま油とうま塩味ということで、これ、角屋の純正ごま油濃い口を使用しているようです。はい、早速いただいてみます。あのごま油美味しいですよね。どれどれ。はい、いきますよ。美味しいですね。ごま油効いてますね。ちょっと踊りたくなってきちゃったな、また。うん、塩味とごま油のバランスがいいですね。生レバーが食べたくなってきちゃったな。もっと踊ってみましょうか。ビールが飲みたくなってきますね。まずいな、これは。たまらんな。これはたまらんっすね。この夏は小腹が空いたらこれで乗り切れますね。難点はビールが飲みたくなってくることですね。はい、ということで、ごま油とうま塩味のご紹介でした。以上、亀田製菓の株主、ひろきがお伝えいたしました。今回の配信は以上でございます。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。うまい。